Una, dos, tres. Minasan konnichiwa. Puta Tagi. Puta Tagi. Puta Tagi. Puta Sagi. Minasan konnichiwa.私はウタサギ1です。私はウタサギ2です。今までは YouTube で顔出しなしで動画を作ってたんですけど、今回はちょっと顔出します。この動画では日本語学習者、特にスペイン語を母国語とする人へのアドバイスをしたいと思います。皆さんは私たちの表情を見ないと多分私たちの言うことは信用できないかもしれないので、今回は顔出すのがいいのかなって思ってて、こんな動画を作ってみました。ただ嘘だと思われたくないから、ちょっとだけブタサギの顔を出すことにしました。話を続ける前に皆さんに言いたいのは、日本語が話せるようになる一番いい方法はないということです。なぜかというと、人によって効果のある方法が違うからですね。そのため、日本語を上達させるためのアドバイスをしていきたいと思います。日本語を勉強するときのアドバイスですね。はい、そうです。日本語とスペイン語は全然違う言語なので、スペイン語ネイティブにとって日本語の勉強は長い道のりをずっと歩くようなものです。日本語の勉強は基礎が重要です。だから初級日本語文法を理解しなかったら、次のステップに進んでも時が経つにつれて日本語の勉強が難しくなってきます。その理由は、動詞の活用のルールや形容詞の使い方などがわからないと、これから勉強する文法は正しい形に変えられないからですね。それに加えて、基本ルールや特別な形の動詞などをちゃんと勉強しなかったら、日本語を使う時の文法ミスがだんだん多くなって、書きたいことと言いたいことが分かりにくくなってきてしまいます。つまり、日本語で話したいときは、頭の中で文法がめちゃくちゃになってしまうということです。また、スペイン語にない日本語が多いんです。だから、基礎からしっかりわからないと、スペイン語に存在しない日本語の表現、言葉、文法が使えませんよ。ということで、初級日本語文法は 100% わかるまで勉強しましょう。このポイントに関しては、まず復習と練習の違いを説明したいと思います。復習というのは、前勉強したことをもう一度勉強することです。でも、もっと短い時間でまた勉強してて、特に大切なポイントとルールを確認します。ルールや習った日本語などを忘れないように、よく復習をした方がいいですよ。練習っていうのは、学んだことを繰り返し使うことです。だから、学んだことが使えるようになるまで、書いたり話したりする練習をした方がいいですよ。前、勉強した文法や単語の復習は、とってもとっても大事です。
さっきも言ってたんですけど、スペイン語と日本語は言語的に大きく異なってるので、よく日本語を使わないとすぐ忘れてしまうことが多いです。だから日本語をたくさん復習しましょう。日本語授業で先生からの説明を聞いてよくわかって、あと、書く練習の時も上手に日本語使ってるのに、習った日本語は会話で使う自信がないっていう方がいるかもしれません。習ったばっかりの文法はわかるんですけど、自信がなくて会話で上手に使えない皆さん、練習すればするほど単語や文法のルールなどが覚えやすくなります。同時に自分に自信がつきますよ。書く練習、読む練習、聞く練習はもちろん大切なんですけど、日本語が話せるようになりたい人には特に話す練習が必要ですよ。日本語の苦手なところと上手なところは人によって違うって分かってるんですけど、恥ずかしいなとか、あ、間違えたくないとかっていうわけで、日本語で話すのが好きじゃないっていう方が多いんじゃないですか。私たちもそうだったんですけど、日本語は言語ですね。言語はコミュニケーションを取るためのものですね。だから日本語学習者だったら話す練習はすごく大事ですよ。日本語の会話能力を高めたい人はやっぱり話すしかないですよね。ということで日本語をたくさん練習しましょう。皆さん日本に住んでないし、授業以外で日本語を話す機会もほとんどないし、それに日本人と会話をする機会も少ないですね。だから分かるまでじゃなくて、できるまで日本語の復習と練習をしましょう。Les pondremos dos situaciones y ustedes nos dirán quién aprenderá mejor. Situación 1. 毎日新しい文法を勉強しているけど、全然練習したり復習したりしていません。Situación 2. もう勉強したけど、よくわからない文法は毎日練習したり復習したりしています。毎日たくさんの文法を勉強しても意味がないです。勉強した文法は使ってないし、すぐ忘れてしまうから頭に残らないんです。学んだ文法や語彙などがちゃんとわかるまで勉強するから、その日本語が上手に使えるようになります。文法の量より勉強の質の方が大切じゃないんですかって思ってるんですけど、それは私たちの意見です。今は会話練習のことについて詳しく話さないんですけど、別の動画ではどうやって日本語が話せるようになったかについて話します。楽しみにしてください。日本語授業に参加することだけで日本語が上手にならないんですよ。もし言語能力が高くて天才であれば、一回だけで日本語を覚えたり、話せるようになったりすることがあると思うんですけれども、私たちは普通の人ですね。それで授業以外で自分で勉強する必要があります。日本語授業で使った教材だけではなく、他の教材も使ってもいいですよ。今はテクノロジーの使い方がわかる人が多い時代ですね。だからネットでいろんな教材を探すことができますよ。授業で習うのはほとんど教科書の日本語ですね。だから自分で勉強するとき、リアルな日本語、カジュアルな日本語、自然な日本語を学ぶことができる教材を使って勉強したらいいですよ。楽しい勉強法は様々で、ポッドキャストを聞く、YouTube の動画で文法を学ぶ、アプリでネイティブと話す、読み物を読む、歌の歌詞を覚えるなどがあります。勉強ほど嫌いなことはないっていう方もいると思うんですけど、日本語は難しくてもいつも苦しむわけがないですよ。できるだけ日本語の勉強を趣味にして、ああ、この勉強法は楽しそうだなって思ったらやってみたらいいと思いますよ。自分に合った勉強法を見つけるのは大切ですよ。このように楽しみながら勉強ができますよ。あと、人によって日本語が覚えやすい方法っていうのがあって、
担任の方法が自分に合うかどうかやってみたらいいと思います。日本人か日本語の先生に日本語を直してもらうのは大事ですよ。なぜかというと、自分の日本語を直してもらわないと間違ってるところに気づかない時もあるからです。先生か日本人に直してもらった日本語を見たら、あーこれは正しい日本語じゃないねとか、これはダメだねとか、そういうことが理解できます。日本語授業に参加してる人は日本語の先生に宿題をチェックしてもらった方がいいですよ。フィードバックを受ける機会があるので、どこが良かったとか、どこがあまり良くなかったとか、そういうことも理解できます。宿題をすることで日本語を直してもらうだけではなく、復習もできるから、宿題をやった方がいいですよ。日本人に間違いを指摘されるのが好きじゃないっていう方がいると思うんですけど、日本人がきっと優しく日本語を直してくれますよ。日本語を間違えるのが怖いとか好きじゃないとかっていう方もいると思うんですけど、間違えるのは悪いことではないです。でも大切なのは、だんだん間違いを少なくすることです。間違えても大丈夫なんですけど、ずっと同じ間違いを犯すのはいいことじゃないんですよ。っていうのは、間違いは直せなくなって間違いだらけの日本語になってしまうからですね。日本人に直してもらった日本語を見て、ああこれから同じミスをしないようにするって自分に言って、ミスを直そうとすると、もっと綺麗な日本語で話せるようになると思いますよ。日本語を勉強するモチベーションが下がったら、いくら勉強しても、いくら日本語頑張っても意味がないんですね。勉強に夢中になれなくて、もうダメだって感じだったら、勉強が楽しくなくなってしまうかもしれません。やる気とモチベーションの高め維持する方法を知らないんですけど、自分にとって一番いい勉強法を選んで、自分の道を自分で見つけることができれば、モチベーションが必ず上がりますよ。好きなように日本語の勉強するとモチベーションが上がったり、もっと日本語が上手になったりすることができると思います。やっぱり時々勉強はめんどくさいなって思ってしまうことがありますよね。そして自分の苦手な日本語を克服するのは一番難しいチャレンジです。モチベーションがなくなったらどうしても日本語が上手になれません。だから日本語を勉強するモチベーションがなくなった時は、クラスメートや日本語の先生、言語を勉強してる友達にどうすればいいか相談してみたらいいと思います。日本語の勉強を始めたばかりの時、日本語の難しさは文法と漢字だと思ってました。しかし分かってきたのは、その難しさは言語と文化の関係を理解することであって、文法と漢字ではないっていうことです。つまり言語が文化と密接に関係しています。日本でのコミュニケーションの取り方、本音と建前、お願いする時の頼み方、当たり前のことは自分の国のと異なっているので、その大きな違いを理解するのが一番難しいことだと思います。これはどれだけ効果的かはわからないんですけど、皆さん、日本語が上手になりたかったら日本語を頑張るしかないんですよ。私たちも日本語はまだまだです。だからこれからも頑張りましょうね。動画はここまでです。もっとこういう動画を作ってほしいというリクエストがあったら、ぜひコメントで教えてください。コメント欄に自分の勉強法を書いていただければ嬉しいです。じゃあ最後まで見てくれてありがとうございます。じゃあまたねー。
Pensé que estaban haciendo en serio. Soy el chemo. Somos un chemo. Yasachiku. Nihongo na oshite kuremashi. モチベーション。